可愛さに癒されるちいかわとっくりラグバブマスグミです。大人気のちいかわのラバーマスコットがついたグミが発売されています。マスコットはランダムで全部でデザインは12種類あります。グミの形はちいかわとうさぎとハチワレの3種類。これからレア型としてちいかわとハチワレの仲良しポーズのちょっと大きいグミが入ってることがあるそうです。弾力ありのシンプルめのグミでいろんな色あるんですけど、これが味が全部ぶどう味です。ラブマスがメインにはなりますが、ちいかわ好きにはぴったりな商品だと思います。 まるでミニチュアのショートケーキ。いちごケーキグミです、少し前に出ていたレアチーズケーキ風グミもその再現度の高さにグミカイを震わせたグミだったんですが、それとはまた別のメーカーからケーキをモチーフにしたグミが登場しています。いちごが乗ったショートケーキの形をしたグミで、1個並べるとホールケーキみたいになります。マシュマロみたいに柔らかいグミとプルプルなグミでできていて、味はいちご味です。可愛くてつい並べたくなるグミです。 グミって最近特にカラフルで映え前提みたいなのが多い中、表面が紙みたいなパッケージで渋く登場したのがこちら、花の木一丁目クラフトコーラグミです。まず私これ袋を開けた時におーって思ったのがグミの形で、リプトンフルーツインティーグミと同じ大きめの丸型だったので、カスガイ製菓のこの形にはハズレがないなと思いました。ほどい弾力のもちもち感で一粒が大きい分食べ応えがあります。味はクラフトコーラで通常のコーラと違って甘みの中に奥深い味を感じます。クラフトコーラってスパイスブレンドしてるので苦手な人もいると思うんですけど、このクラフトコーラはスパイスがほんのり香る程度で 比較的柔らかい印象を受けました。30年以上グミを作り続けたメーカーだからこそできた本気のクラフトコーラグミです。